任務全部やってきたってばよ。ああ、よくやってくれた。へえ、なんだかんだで動き回ったな。次は何を。腹が鳴っちまったってばよ。まあ、あれだけ動けばお腹も減るでしょう。それじゃあ、そろそろお楽しみのあそこに行こっかな。聞くまでもないけど、どうせ一楽でしょ。その通り。久々に一楽のラーメンを腹いっぱい堪能する。ってわけで、さくらちゃんも一緒にどう。いや、悪いが、さくらはここに残ってもらう。頼み事？だったら俺も手伝うけど。そうしてもらいたいのは山々だが、医療に関する依頼なんでな。うっ、それはちょっと役に立てそうにねえな。ま、あんたは一楽に行って思いっきりラーメンを楽しんできなさい。だな、そうさせてもらうってばよ。早く一楽のラーメンを。お？ち、鹿丸？おいおいおい、ナルトじゃねえか。戻ってきてたのかよ。やっぱ鹿丸か。お前はあの時のチビか。ってあれ、お前ってば確か砂隠れの手まりだ。久しぶりだな、渦巻きナルト。おお、久しぶりだな。ってわけで、さっきまで演習を受けててさ。帰ってきて早々忙しいやつだなお前は。ところでお前たちは何やってんだ。冗談はよせ。なんでこんなやつと。私はただ次の中忍試験の打ち合わせで木の葉に来ているだけだ。中忍試験。そっか、中忍試験か。懐かしいってばよ。いや、懐かしむのはいいけどよ。お前どうすんだよ、中忍試験。え、なんで。なんでって、俺らの同期で中忍になってないのお前だけだぜ。じゃあさくらちゃんも長次も日向も中忍。なあ、っていうかお前以外はみんな中忍って言ってるだろ。ガーン。そんな、まさか俺一人下忍だなんて。まったく、何か騒がしいと思ったらやっぱりお前だったか。え、イルカ先生。この3年でお前も少しは成長したと思って。わっはっは、久しぶりだってばよ。イルカ先生も全然変わってね。やれやれ、落ち着きがないところは相変わらずだな。落ち着きないって、そりゃそうなるってばよ。だってみんな中忍になってんのに俺だけ。まあまあ、とにかく落ち着け。話は一楽でゆっくり聞いてやるからね。ジライア様との修行終わったんだろ。だったら今日は修行終了祝いとして好きなだけラーメンをおごってやる。おー、ラッキー。俺ってばちょうど一楽に行こうとしてたんだってばよ。それじゃあ俺は先に行ってるからな。そっちの話が一段落したら一楽で合流だぞ。イルカ先生とラーメンか。なんかすげえ嬉しいってばよ。第1章。
風影奪還。ラーメン、ラーメン。あ、そうだ、鹿丸たちも行こうぜ。一緒におごってもらおうぜ。いや、俺らは仕事が残ってるからな、遠慮しておく。なんだ、仕事があんのか。だったら仕方ねえな。まあ、そのうち飯でも食おうぜ。そうだな。と、これは本格的に腹が減ってきた。早く一楽に行かねえと。俺たちの分まで楽しんでこいよ。おう、んじゃな、鹿丸、手まり、また今度な。分かった。何杯食べようかな。たく。なるほどな。だからあんなに騒いでたのか。はあ。みんなは中人で、俺だけ下人か。おいおい、下人中人ってそんなにひがむなよ。お前はあのジライア様に直々に教わってんだから。まあね。でもさ、容赦なしだってばよ、エロ仙人ってば。額当てとか服とかボロボロになっちまってさ、新調しなきゃならなくなったんだぜ。でもそのすごい修行のおかげで随分と強くなったんだろ。うん、今じゃイルカ先生より強いかもね。何言ってんだ、まだまだ俺だって負けやしないぞ。いつかイルカ先生とも勝負を。あ、どうした。そういや、ずっと聞きそびれてたんだけど、あのさ、さくらちゃんたちが中二になったのは分かったけど、あいつは？あのガーラはどうなったんだってばよ。あの子か。まさか中二ってだけでなく上人に。いや、あの子はちょっと別格だ。別格？そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんとお箱も持ってきてる。まあ、サソリの旦那は見てればいい。どうだい、この芸術的造形は。あんまり待たせんなよ。一尾主角の人中力、砂漠のガーラか。さて、どんなものか。潜入成功。ん？
ほう、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風影ってとこか。ん？その衣、お前が暁だな。隠密行動は失敗だな。しかし、てめえを探す手間が省けたぜ。さて、とっとと片付けるかな。この里は俺が守る。攻めるか。Thank you.
ちょっと手こずりすぎた。やるな。けど、これで終わりだ。佐藤ことが。封鎖防壁。すごい。おお、こんな大きなパドン。俺もいつか誰かに必要とされる存在になりたい。恐るべき兵器としてではなく、砂隠れの風影として。あれをガードしきるとはすごいな。何？さあ、クロこれは一時退却だな。終わったか。それはどうかな。かなり際どかったぜ。こいつ、あれを受けて。だがな、最後の最後はオイラの勝ちだ。しまった。まったく、骨が折れたぜ。その瓢箪に粘土仕掛けんのはよ。なかなか隙を見せねえし、さすがに強いじゃねえか。なあ、風影。さーて、これからお前を楽しい場所へ案内するぜ。さーって集まったな、二人とも。これから第7班で任務に入るぞ。で、どうしたのよ、ナルト。考え事か？いや、あのガーラが風かけになってるとは思ってもみなくてさ。悔しいやら嬉しいやら。悔しいってのはわかるけど、
嬉しい気持ちもあるんだ。だって風影になったってことはみんなに認められたってことだろ。それってばあいつにとってすげえ大変なことだったと思うんだ。でもガーラはそれをやってのけた。頑張って頑張って風影になったんだ。だからなんか俺も嬉しくなってさ。だったらお前も負けてられないな。ガーラに負けないくらい努力しないと。ああその通りだってばよ。任務をバリバリやって火影への道を突っ走ってやる。あんたってそういうとこ昔から変わらないわね。ってわけでさっさと任務に入ろうぜカカシ先生。あ、それじゃまずは任務を引き受けに五代目のところに行くか。ボス。来たってばよ。うん。ね、ね、俺たちってば何すればいいんだ。お前たちの任務だが。大変です、綱手様。なんだ、想像し。砂隠れの風影が暁の者に連れ去られたと、たった今連絡がありました。え？ガーラが？五代目。これより、カカシ班に改めて任務を言い渡す。直ちに砂隠れの里へ行き、状況を把握。その後、砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。了解。よし、これよりすぐに砂隠れに向かう。
砂隠れまでは結構な距離がある。各自遅れないように。